もう財産税とかで生きとってんだ。臨時税やねんな、あれ。富裕税っていうのはもうなくなってんねんな。あ、ないですね、はい、財産税っていうのは臨時税で置いたんねんな。樋口さんは税理士でもしないやろ。知らないですね、うん、臨時税で置いたの、温存してんねん、あれ。でもひょっこり今さらそんなん出してくれないでしょ。岸田さんやったらやるんですかね、ストーブで。あの人のやることよくわからないんだよ。あの、ほら、財務副大臣のあの人税理士なんでしょ。そうです、税理士ですけど、多分実もほとんど。税理士が、例えばヒグさん税理士やん、はいはい、税理士が固定資産税の滞納で差し押さえ食らってるってどういう感じなん、税理士としては。自分が税理士の立場だし。立場ないですよね。ない、立場ないん、で、税理士協会とか横から嫌われる。いや、あの、そういう個人情報一応建前上は出ないんで、出ていかないんで、わからないですね、あの、税理士会とかでは。普通でもね、その何かあったら、そのいきなり差し押さえなんか来ないんですよ。赤紙とか来て、そうですね、どないなってんね、いつまでに報告せとかって2回3回来て、でそれも無視してたら2年ぐらいかかるでしょ、逮捕して。で実際に訪問してこられたりとかもするんですよ、だからその間に普通の神経してたら、あ、ごめん忘れてた、もうすぐ直しますって。俺でもそうやもんな、一般庶民で、それ以上に我々はからしたら恥ずかしいことなんで。で4回持って帰ってたよ、ある、ありえないです。なんかあの立憲民主党かなんかの人言ってたじゃないですか、その国会議員のその賞与の時にぴったり合ってる時に金払ってると、滞納分を、金なかったもんな、日の車やったんですかね。自社ビル言っとったな。自社ビルですけども、ほぼ借金で放ってたんちゃいます、だって共同経営の人からも金借りてなんかやってた、詰まっとったからじゃないですか。でも賞与と、あの人らがもらう賞与っていうのは国民の税金やろ。そうです、国民の税金から固定資産税を払うと、まあ、それは別に合法なんですけど、でも腹立つよな、自分がもらったもんになんか腹立つよな、それも。だから、大臣する時とか、その身体検査するじゃないですか、その時は一発分かるはずなんですよ。絶対分かる、データ叩いたらすぐ滞納だって分かるはずなんですよ。絶対分かるな。でそれを真っ先するはずなんですよ、普通やったら。やってるでしょ、一番分かりやすいなことなんでね、コンピューター叩きはすぐ出てくる話なんで。財務大臣でね、要は税理士としても NG ですよね。 NG ですね。でも財務省の副大臣なんてもっとありえん話ですよね、はいはい、でもそれを過去やから分かってたはずなんですよね、はい、絶対に、はい、財務省が分かってたってことですよね、多分。当然財務省は財務官僚は分かってるはずですよね。そうですね、調べれば分かる話なんで。調べるのは財務省の官僚ですよね、それ。当然、まあ、気づいた人だったら、まあ、国税庁の人間でもあれですけども。ですよね、政治委員も当然知ってますから、でなんか言われてたのが、その岸田総理大臣の外遊とかの時期もあって、その副大臣はなんかもう1日で決めなあかんかったと、でそこでもうこいつここ、こいつここガーッと出して一気にやったからと。だから何やったら官房長官のスルーしたんちゃうかって話。そんなありえん、ありえん、そんな小学生の言い訳みたいな、そんな通用せんやん、もう。ああいうさ、だからどっちかですよね。岸田さんが知ってて紛れ込ましてんのか、財務省からしたら、財務官僚からしたら、あの岸田なんかこの間一回減税みたいな4万配るとかなんかやりよったと、こいつちょっともう首絞めてまえって感じで、一番えげつないやつどいつやって探してたら、あ、おったおった、こいつ税理士で滞納したやつこいつあげとこいってなるんちゃう。一番えげつないやつ集めてきて岸田おろしで、
要は支持率下げるために、うんうん、いや支持率下げるために財務官僚がやってるって感じちゃうかな。おそらくね、その財務省とかそのそういうデータにアクセスできる人間って自分の上になる人間どんな人間かって調べてると思うんですよね。絶対ですよ。で調べてたらそのあの話が表出る前にこいつ滞納してたとかって知ってたと思う、ね、絶対ですよ。だから場合によったらもうその副大臣もう嫌いやから下ろしてまえっていうんでその情報を打ったかもしれないですよね、財務省とか国税庁の人間が。いやもう最初から決まってたと思うわ、副大臣にする前から。一番からきしやったと思います。税理士が例えばヒムさん税理士やん、はいはい、税理士が固定資産税の滞納で差し押さえ食らってるってどういう感じなん、税理士としては。自分が税理士の立場だし。立場ないですよね。ない、ええ、立場ないん、ええ、で税理士協会とか横から嫌われる。いや、そういう個人情報一応建前上は出ないんで出ていかないんで分からないですね、あの税理士会とかでは。普通でもね、そのなんかあったらそのいきなり差し押さえなんか来ないんですよ。赤紙とか来て、そうですね、どないなってんねん、いつまでに報告せとかって2回3回来て、でそれも無視してたら2年ぐらいかかるでしょ、対応して。で実際に訪問してこられたりとかもするんですよ、うん、だからその間に普通の神経してたら、あごめん忘れてた、もうすぐ直しますって。俺でもそうやもんな、一般庶民でも、ええええ、うん、それ以上に我々からしたら恥ずかしいことなんで。で4回もって書いてたよ、ええ、あるありえないです、うん、なんかあの立憲民主党からの人言ってたじゃないですか、その国会議員のその賞与の時にぴったり合ってる時に金払ってると、滞納分を、うん、金なかったのかな、日の車やったんですかね。自社ビルで取ったな、自社ビルですけどもほぼ借金で、うん、放てたんちゃいます。だって共同経営の人からも金借りてなんかやってた、詰まっとったんかな、じゃないですか。でも賞与と、あの人らがもらう賞与っていうのは国民の税金やろ。そうです、国民の税金から固定資産税を払うと、まあ、それは別に合法なんですけど、でも腹立つよな、ね、自分がもらったもんになんか腹立つよな、それもだから、うん、大臣する時とかその身体検査するじゃないですか、うん、なるその時は一発分かるはずなんですよ。絶対分かる、データ叩いたらすぐ滞納だって分かるはずなんですよ。絶対分かるな。でそれを真っ先するはずなんですよ、普通やったら。やってるでしょ、一番分かりやすいなことなんでね、コンピューター叩きはすぐ出てくる話なんで。財務大臣でね、要は税理士としても NG ですよね。 NG ですね。でも財務省の副大臣なんてもっとありえへん話ですよね、はいはい、でもそれを過去やから分かってたはずなんですよね、はい、絶対に、はい、財務省が分かってたってことですよね、多分。当然財務省は財務官僚は分かってるはずですよね。そうですね、調べれば分かる話なんで。調べるのは財務省の官僚ですよね、それ当然。まあ気づいた人だったら、まあ国税庁の人間でもあれですけども。ですよね、うん、政治も当然知ってますから、うん、なんか言われてたのがその岸田総理大臣の外遊とかの時期もあって、その副大臣はなんかもう1日で決めなあかんかったと、うん、でそこでもうこいつここ、こいつここガーッと出してありえんありえん一気にやったからと。だから何やったら官房長官のがスルーしたんちゃうかって話。そんなありえんありえん、そんな小学生の言い訳みたいな、そんな通用せんやん、もうああいうさ。だからどっちかですよね、岸田さんが知ってて紛れ込ましてんのか、財務省からしたら、財務官僚からしたら、あの岸田なんかこの間一回減税みたいな4万配るとかなんかやりよったと、こいつちょっともう首絞めてまえって感じで、一番えげつないやつどいつやって探してたら、あおったおったこいつ税理士で滞納したやつこいつあげとこいって なるんちゃう。一番えげつないやつ集めてきて岸田おろしで、要は支持率下げるために、うんうん、いや支持率下げるために財務官僚がやってるって感じちゃうから。おそらくね、その財務省とかそのそういうデータにアクセスできる人間って
自分の上になる人間どんな人間かって調べてると思うんですよ、ね、絶対ですよ。で調べてたらその話が表出る前にこいつ滞納してたとかって知ってたと思うんですよ、ね、絶対ですよ。だから場合によったらもうその副大臣もう嫌いから下ろしてまえっていうんでその情報を打ったかもしれないですよね、財務省とか国税庁の人間が。いやもう最初から決まってたと思うわ、副大臣にする前から。一番なんかこうなんかギャグみたいなやつおらんのかと。でも最初からやったらよっぽどアホですよ。見つかったら絶対炎上するの分かってるじゃないですか、うん、ね、他の、まあ、失言とかよりももっとねもう証拠バシッと残った状態のもんなんで。自民党を潰し政権潰し財務省潰し両方違うんかな、逆に言うたら。うん、結果的にはそうなってるでしょ。結果的には政権の支持率下がるでしょ、で結果的に財務省って何やってなってるでしょ今、うん、増税融資ああいうことやるし、結果的にそうなってるっていうかそっちちゃうんかな。あれどうなんですかね、その減税とかいろいろやってんのは政府はやってるけども財務省とかノーって言ってるんじゃないですかね。減税でしょ、はい、ノーでしょ明らかに、やりたないと思うんですよね。財務省は増税でしょやっぱり。増税ですね、あの国債増やしたくないんですよね、うん、あの連中はな、まかな、あの中でまかなあなかと思い込んでるからね、はい、だから財務省はからしたらもう借金はこれ以上したないっていうことですよ、はいはい、うん、収入の中で、税収で賄う、それは無理やからね土台、うん、そんなもんありえへん話やねんけど、だから財務省っちゅうのもなんかもうあれもほんとなんやな、井口さんも凝り固まった洗脳された中で生きてんねやろな、まあ、その省の中では一番のエリートじゃないですか、うん、彼らがね、金の財布の紐をギュッと握ってるんで、うん、他の省とか予算の時とかね、いろんな、うちこんなことやってます、こういうふうにします、だから予算くださいとかって、財務省モデルとかしてるじゃないですか。うん、だから結局、財務省の機嫌損ねたらあかんっていう、そんな感じになってるんで。なあ、財務省がうん言うてくれんと金回ってけえもんね。そうなんですよ。うん、これなあ、でもそういう財務省って財産税ってやりかねんと思わん、見てたら今もうこのここ最近樋口さん見てたらもう国信用できねえんでしょ、もうやることなすこと。うん、そうですね、信用しとったら殺されるわって感じでしょほんま。だから富裕層からまず優先的に金取ろうとはしてます今。うん、してるよな、姿勢としては。してるよな、相続税を重くするとかですね。相続税の最高税率今のぐらい55ぐらい。ちょっと上がったよね、ちょっと上がりましたね、50やったん55になったんちゃうかな確か、上がってますよね、どんどん上がってい、うん、ってますね、贈与税もそうですけども、うんうん、で所得税もね上がっていってますから、55ですね、55でしょ今、はい、6億超で 55% ですね、でしょ、6億やったっけ、6億ですよね確か、はい、で贈与税も上げてると、うん、上げていって、うん、でその辺でまあ金持ちから税金取るのと、金持ちがその代替わりで財産落とす時にもごそっと取ろうと、うん、そういうことやな、相続とかですね、そういうのはやっていってますね。やっぱ法人しか逃げる道はないよなやっぱり。そうですね、今のところ法人税は上げてしまうと海外から来てるところに逃げていくんで、いや相続対策、ああ土地不動産とかな、不動産とかもう一定の規模になったらやっぱ法人とかにせんと、なあ個人株式にしてしまうのがないから、はいはい、全部やられるわね、ほんまに、根こそぎいかれるわな。ただ法人もあまりこう業績ずっと良かったりすると、うん、株価がだいぶついてきてしまうんで。そうやねんな、やな、株価再くせなんかこうなってくるね、ね、最近はねタワマンとかの税金とかもいじっていってるじゃないですか、うん、上の方の階になったら固定資産税も上げるし相続の評価も上げる、上の方上げてんの固定資産税評価、はい、上げると、あ今やったら、まあ、2階でも30何階でも一緒やったんですよ、でも実際売る時には桁違いの金額になるじゃないですか、全然上の方が高いじゃないですか、ほんなら時価とかけ離れた状態で売ることもできるような財産が
下の階と同じ評価で固定資産税も取って相続でも取ってって言ったら不公平やないかって話に出てきてですね、だそういうところから締め付け出してますね。だ金持ちボンボン何億の物件とかどんどん買ってるんですよ。買ってね、うん、だからもう立ったらすぐ上の方が埋まっちゃうじゃないですか、どこでも、うんうん、あの梅田のあの北山のところでも15億とかっていう物件でもすごい内乱とか言ってますからね皆さん、うん、タワマンな、そこに外人が入ってくるからまだちょっと収まる人もないもんな。なんかこの間なんかあの東京のあっこどこやったっけ、渋谷でなんかレジデンスできたんやんか、賃貸のあれなんていうやつやったか、ちょっと駅前ですか、駅に近いわ、あのな、おしゃれななビルやったわ、レジデンス、賃貸ね、賃貸マンションね、最高に高い部屋家賃200万とかやからな。200万って普通ですよなあ、東京やったら200万とか300万かな、はい、普通にあるねんな、普通にあります、はい、どんな人が住むやろなそれ昔はねその外資の社長が日本法人の社長になるとかで来るからっていうの、会社で家賃払いますっていうので、うんうん、あったよ300万400万払ってたんです。あったよな、ええ、だそういう人だけだったんですよ、うん、とか今普通に個人とかで、うん、賃貸で借りて普通にしますよね。おるよな、ええ、いや払えようみたいな、払える人とおるけどそんなとこなんで住むんかなと思うよな、うん、それとなんかどっか買えやんっていうあれも、ね、家賃じゃないと具合悪い人っておんねやろな世の中には、そっかもう移り気でもどんどんもう飽きたらどんどん俺やったらホテルに泊まってるけどなそんなんやったら、そこまで払うんやったら、で、理念から全部やってくれるし、レストランもついてるしな、ね、ホテルの方がやっぱ何だったらすぐ文句言えますし、そうか俺温泉宿の方がええわそれやったら、毎日温泉入って、はいはい、昔のサッカーみたいにと思ってねもう分からんない話やけどな。まあでも金持ちから取ろうとはしてんな確かに、うん、まあそれは取ってくれたらええんやろうけど、まあそれでも金持ちが金回してくれへんかと世の中に金回らんしな。でも金持ちってあんま回さんか、投資みたいなもんでしょ、消費してくれへんもんな。消費がねもうある程度以上はなかなかね、なご飯そんな贅沢せい言うてもそんなにできないんですよ、ね、ご飯一回食べに行く言うてもな、何十万円も食べろっても食べられへんしな、毎日は食べれないですからね、で車何台も買えてもそんな変わへんしな、耐久消費財も限界あるし、っていうことは金持ちが金回すとこじゃ投資やもんな、不動産の、ね、賃貸の不動産がな、うん、財産税って出てけへんかった、もう言っといたけど、はい、お願いします。前やってることやからやると思うけどな俺今回は。 あの財務省がやたらと、はい、やたらと国の借金は国民の借金だっていうあれがどうも俺腑に落ちんのよ、なんかショートしてるとしか思えんのよ、あんな席やと。おかしいか、関係のない話やからね、国の借金、国民の借金って、うん、国の借金がなかったら国民に資産もないんやからね、あれ借金とセットやからね、うん、借金と資産は一応ね、彼らとしてみたらその結局国債が増えるとその利息が増えるじゃないですか、利息の割合があまりにも国の歳入からしたらパーセンテージで多いんですよね、うん、でも金利こな金利やから、だから金利跳ね上がったらえらいことになるやろうけどな、うん、だからそこがやっぱりあれでしょうね、自分らがこんだけやったのをこんだけに減らしたとかって言いたいんでしょうね、言いたい、逆に悪くなったらお前らの時悪なったって言われるんで、そう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 、だから自分らのメンツの部分があると思うんですよね、メンツと出世、うん、増税したら出世できるのよね、あの連中、はい、うん、変な話やな、でも減税したら、あ、減税なんて言おうもんなら降格させられんのやろ、もう窓際へうーん、ちょっとなんかあると思うよな俺今回は、うん、あれ一回チャラにせなあかん時は来るんすよ樋口さん、さっき言った利息もそうやけどな、うん、まだ金利が低いからあれやけど、うん、かでチャラにせなあかんのですよ最後、これ永遠に2000兆3000兆4000兆って膨らまし続けられへんから、ああそれはね、うん、樋口さんらの数字に強い樋口さんらの頭からしたらどうやって最後チャラにすると思う、チャラというか一回終わらそうどっか綺麗にせなあかんでしょ、やっぱりいずれは、ね、方法って何、どんな方法ある、要は債権債務総裁ですわ、もう分かりやすいから、だ
総裁にするっていうあれもありますけども、期限をワンと伸ばしてちびちび減らしていくと。送ってるだけでしょ。でも結局、ね、送ってちょっとずつ減らしていくというのが一番ソフトランニングで。減らんじゃないですか、大体基本的に。経済成長さそう思ったら借金さえ成長せえへんシステムになってんねんから。小さい政府にしてですね。それがない嫌なんでしょ、あの連中、ね、絶対に。だからその辺をやらないと先に進まないと思うんですよね。だから僕はもう政治も公務員も削減でちっちゃくしていかなあんまね、嫌なんでしょ。嫌なんですけど、ちょうど公共事業も少なくなるから金回りにくなるよ。でも今公共事業に金回しても他に流れていくじゃないですか。上でもうかすめ取ってかすしか出なかったりとか、だから海外に持っていかれたりとか。そう、外国持っていくか、はい、背広着てるやつが持っていくからな、はい、今は、はい、いや厄介な上で全部と。もう無理ですよ。だからこれ要はね、何もあるって言っての借金が、国の借金がいくらだって700兆とか600兆とか。そうなんですかね。まだあるんかな、ほんまのとこは分からんもんね、仮に500兆600兆としたって700兆あるか800兆あるか1000兆あるか知らんけど、仮に1000兆あったとしてね、消そう思ったらインフレでしょやっぱ、そうですね、猛烈な、借金減るもんねインフレにしたらね。それが腹立つことに、でも消費税またあいつらもっと取れるもんな、インフレにしたら10倍の物価、物価10倍まで上げたら税収10倍になるもんね、消費税。なんかいけつかないですね、ほんで借金はこう減っていくわけでしょ、はい、その手考えられへん、思わん、俺は思うんですよちょっと賢いやつやったら、要は切り下げですわ、分かりやすいからもう、はい、理論的にはあれですけど国民悲惨なことになるけどね。国民悲惨なことになりますし、暴動起きるね。世界的な日本のその信用度は地に落ちますよね。なるな。でも方法としては、猛烈なインフレで物価上げて借金を減らして消費税もまたもっと取ると、これが一つですわ、理論的に。それ極端にいくとね、日本の国から企業とかみんな出ていくと思います、それ一つでしょ。それか、あとは、もう国民から召し上げるか、どっちかですよ。そうか、総裁してしまうんやったら、もう国有化になるわな、でも全部。銀行とかガシャーって、はい、中央銀行国有化したらチャラでしょ、だって。中央銀行から借りてるわけでしょ。中央銀行国有化してしまうたらいいんですよ。からしかないよね。僕はでも、いろんなこと考えてるやろけど、俺財産税的なもんもあるやろし、インフレ的なもんも両方あると思うねんな。インフレって財務省からさ、しめしめやもんね、あれ。それで税収上がってるでしょ。そうですね、100円のもんが120円になったら税収また上がるよね、あいつら。上がりますね。インフレやったみたいな感じでしょ。財産税って、でもちょっと考えとかな、ちょっと僕ほんまに考えようかなと思って、ちょっと可能性かなり半分ぐらいあるんちゃうかなって本気でちょっと思ってんねんな。毎回東京の人に聞いたのよね、一回だけ前に、やるよって言って。トロインやったら本当のその超富裕層から始めるでしょうね。だから過去のあの時に、まだ1948年は2月やったかな。そこであれですよ、何じゃ、緊急措置令みたいなもん出してね。だからただね、でそこで新札発行し、軍票から新しい新札して銀行に、あの買いに預けに、家の中にみんな持ってたお金ね、銀行に預けてくださいってやって炙り出ししたわけよな。で炙り出しして、その後に預金封鎖ですわ。で同じ年の11月に財産税って一気に来たんですよね。あの時はでも天皇の勅令なんですよ。
でね、天皇の勅令なしにやろう思ったら緊急事態条項って今なんかああじゃあこれ言ってるでしょ、うん、あれやったらいけるんですって。勅令なしで、うんうん、あれ全部怖いんですよね、あれやられると、うん、岸田の一言でやられる。岸田さんやりそうでしょ、あのボケっぷり見とったらしらーっと。なんかいい宇宙人っぽいですもんね、なんかわからないですもんね、何考えてるか。でなんか撃たれてもね、柳に風みたいな感じでね、スーッと抜けてますもんね。国民悲惨なことになってもいいような顔で、涼しい顔でいいそうな気がするんだけどな。で僕不動産はね、あの当時、過去の財産税の時はあの対象になってなかったものだけど、やっぱ対象になってるんですよ、うん、不動産もね、個人はね、ただ法人は行ってないんですよ。まあ、やるんやったらやっぱり個人からですよね。累進課税で10万以上からですわ、10万から11万が 25% とか 20% とかなんかそんなやったんちゃうから、10万って言ったら当時で言うと3000万から4000万ぐらいの金らしいんですよ、今で言うと、はい、で最高が何ぼ言うとったかな、1500万以上、はいはい、現預金ね、現金、はい、資産ね、はい、1500万以上で 90% らしいんですよ。今で言うとどれぐらいなのかな、1500万だったらどれぐらいなんやろ。さっき10万で10万で4000万ぐらいちゃうかな。10万3000万としたら、例えば3000万、10万で3000万ですよね、うん、としたら300倍なんで1500万としたら4億5000万。あ、5億ぐらいでしょ、うん、そんな感じは思わん。さっきの今の相続税の6億、うん、だから相続税とやっぱりリンクしてると思うんですよ、ある意味、うん、こういうのって税組む時ってね、だから6億ぐらいやと思うね。だから6億から上持ってる人は 90% 取ってもええやろって国民言うよな。もう大多数はそんなやつから取ったら別にいやってなるから、そこは認められるんでしょうね。ね、スーッと言ってまうよね、うん、ああ取れ取れ、うん、そいつらから、ね、国民にしたらようやったみたいな感じになるでしょう。これが怖いんですよね、うん、ああ俺もそんなないから取りようないけど、うん、でそれ一個成功したらだんだん下ろしていくでしょうね、うん、国としたらね、あこれいけたんやったらもう次のランク次のランクって。でも実際問題20億30億の人なんてザラにおるはずですよ。いますね、うん、でね、でも俺そこ 90% かけられたら、さ俺らからしたらその人ら見たらええやんええやんってなるから、俺らより下の人から見たら俺らを見てもええやんええやんってなるわけですよね、うん、でも100億も取って 90% やったらえげつないね。そうですね。90億もって買うってことですね。あと問題はそのそういう財産持ってるから税金取るっていう風になると単税力とか問題なんですよね。例えば自社株で評価で100億持ってますっていうんだったら別に金を持ってるわけではないんで、うん、その株価もバーンと急に落ちるかもしれないですし、だからどこまで手をつけるかですわ。だから結局例えばその800兆か600兆か1000兆か知らんけど、そこをチャラにしようと思った時に弾いてるはずなんですよ、なんぼ取ったらええと、でこんだけあるなっていうのは。で個人だけでいけんねやったら個人で終われるし、法人も手つけなあかんねやったら法人も、でも法人手つけたらむちゃくちゃなことになれへんだよ。もう法人に手つけたらもう終わりですなあ。外国から来てる企業は逃げますし、日本の会社も平気で日本を捨てて海外に本社を移していきますから、うん、と思うね、だから俺個人だけで終われると思うんですよね。法人には手出さないと思います、うん、だからあと不動産なんかもね、入ってくるんかどうなんかも分からんしな、でも入ってきたとしたって、あの杉浦さん今日はさっき言った話だけど、借金同じぐらい抱えといたら絶対ね、うん、債務控除は絶対あると思うんですよ。その借金あるのにそのもん税金払えって言われたらね、もういらんわってなるやん。でも銀行にこれ無理無理無理ってなるから、債務控除は絶対あると思うんですよ、うん、でどれぐらいの国民から取れるかっていうのを弾いてると思うんですよ、あいつらもちゃんと、うん、多分もうあとやるかやりきれんかだけの話だと思うんでね、怖いな。怖ない。まあそんなやられだしたらね、過去にあったんやからな。でも、うん、
あれは戦争で負けた敗戦で戦後 GHQ でね言われてやってる、本家も一緒ですよ。でも、うん、一回これで終わるってことだね。アメリカはそうやからな、うん、それやったらね、その国民結構海外とのボーダーレス化が進んでるんで、うん、結構逃げていきますね。もう逃げてる人多いでしょ、軸足も海外に行って行ってる人多い、増えてきたよ、だから日本で所得税払わん人も結構多いんですよ、ね、多くなってきたな。年の半分以上海外に住んでたら日本で所得税いらないんで。俺でも明細見て、これ毎月毎月送ってくれる明細のあの従業員のやつ見ても、社会保まだ所得税と市民税も大概えげつないけど、あの社会保障料がいくもうあれ いらんよね、あんな外国の人から見たら素晴らしい制度やって言うんですけどね、いらんわあんなもん病気になった時に盲腸で手術しても200万300万かかるのは日本はもう数万円で終わるとまだうちらやな、医療機関もやってるからさ、そ恩恵受けてるからもうあんまり言われへんけど、だから一定以下の低所得者にしてみたらすごいありがたい制度ですよね。うん、じゃないと命の選別されて、ね、死ぬしかなくなったりするじゃないですか。うん、まあなあ、中途半端な人らが一番しんどい。年収1000万ぐらいの人らが一番きついと思う社会保険料 もマックスまで行って それ以上突き抜けてしまうとね、もう頭打ちするんで社会保険料。そうなんですよ。だから年収が2億3億言うたら全然、あのあれなんですよ、あの従前感ないんですよ。まだ社会保険料もう頭打ちので変わらないです。だから一番最悪なんかね、エリートサラリーマンって言われるそうですわ、やっと頑張って50ぐらいで40、50ぐらい年収1200万になってきた時は悲惨ですわ。あの取られ方は社会保険料とか厚生年金で、そこへちょうど子供が大学とかになってくるからもう全部金出ていくばっかり。だから年収1200万というか額面付き100でしょ、額面付き100やったらね、あれやもんね、70ぐらいはあるでしょうね、たぶん普通やったらね、71万とかでしょ、もうやっとれんわってなるわね。で子供大学生で自分単身赴任で他に住んでるって言ったらもっと目も当てられないですね。結構多いですかね、そのパターン。多いでしょ、イグサラそれぐらいちゃうんですか年収。あ、今ですか、そんなもんでしょ、一番きついですよ。だから年収400万ぐらいで意外と楽ですよ、300万ぐらいかな、まあそんなこと言ったら失礼かもわからないけど、一番払ってる重税感全開ですわ、イグサラお前ええ加減にせえよって言われるのって言われるからまあ財産税みたいなことをちょっと勉強しといた方がええんじゃん、ゆうさんの税理士に言えへん税理士仲間でそんなん出てけへん。あのその戦後の1948年とかその辺の話は一切出てきたことないですね。で最近のさっき言ったようにその富裕層から税金取るって相続税贈与税とか、タワマンの件とかその辺でこう上げようとしてる機運はあるっていうのは話に出てきてます、だいぶ。でも理にはかなってるんですよね、そこをごそっと取って奈良さんとどうしようもないぐらい偏ってしまってる、富の再分配しないと金持ちはとことん金持ちになってっていう状態にもいってますんで ね、だあそこごそっと取ってもらわなあかんもね。やっぱか私からしたらあの株分離課税じゃないですか、あれ一緒にしたらいいのになと思うんですけどね。あれ誰が嫌がってんの。富裕層ですね。富裕層って誰、その力あるんかな政治に。そんな財務省にも富裕層って国会議員とかもそうじゃないですか、で、なんやったら財務省の官僚とかもそうじゃないですかああいう連中自分に降りかかってくるんで。まあでも逆にあれ分離課税 20%25% です。 20% でしょ、20%の分離課税にしてるから株に金入ってるってのもあんねんで、総合課税にしたら逃げるで株からみんな、それもあるん。まあでも株で配当で儲けてるやつおんねやろね、難しいとこやけどな。年収1億超えたらその分離課税でかなりそのそれ以上の人の増税感は減ってるんですよね、やろうな。負担率がすごいもう極端に減っていくんですよね、やろうな。20%やもんね、わずかね、そりゃそうなるわな、
で何も働け不労所得やしな。そうですそうです、固定不動産の固定資産税みたいな株持ったら株資産税誰も買えへんだろうな。そうなんですよ、それが問題なんですよね。投資に金がいかなかったらまたこれはこれで困るっていう、企業がね、資金調達できへんからな、なんとも言えんところやけどな。金とか銀買ってんの？買ってないです、上がってんの 見てる？見てます見てます。すごいっしょ、銀なんかすごいよ。銀は見てないでしょ？銀は事務長にお聞きしてから見てます。すごいっしょ今上がり方、僕は世界的にですもんね。僕のまあこれ僕の読みやで、今1グラム銀は130円弱ぐらいでしょ、130円ぐらいですよ、135円とか最近あったから、2、3日前、僕の読みやで、分からんで、もう300円と思ってるから、倍、今の3倍ぐらいまでいくと思ってる銀は。金はもうそんなに上がらないですよね。上がる、まだ行くと思う、知らん間にスルスルいってるんですよ。1万円超え出してからですからねこれ。ただあれドル建てなんですよ、だから今ドルが高いからドルが強いからあの値段ついてるけど、ドルが暴落してもたら金も暴落しますわ、ただそこをいずれは暴落金もするんやろ、銀はちょっとそこに引き連れられてだいぶ行きそうな気するな、どこまで行くんか知らんけど。どう思う？ありえん300円な。ちょっと前まで70円とかやったからね、あれ。それは半導体需要ってやっぱ高いんですよ、やっぱ。ああ、そっか、そういうあれもあるんですね。銀はね、1万円超えてから金もそうやね、1万600とか1万700までいってるもんね、もうね、ゴールドもね。ちょっとなこんなアホみたいに高いとこ行くと思えんねんけど、一時的にはまだちょっとぐちゃ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 しゃしゃガーッと上がっていってどっかでバーンと落ちてくんねやろうけど、いずれ、高すぎるっちゃ高すぎんねんけど、でも世界中中央銀行まだ金買ってますからね、みんなどこも、オランダもそうやし、中央銀行が金買いまくってるってことはやっぱり金の通貨の信用がなくなっていくって分かってるから買ってるってことやもんね、準備してるってことでしょ、自国通貨を強くするとか新しいの出すときに金準備しとかんと出せんっていうのがあるんでしょう ね、 ね、日本って金あるんですかね。ないやろな。キッシーやから何やるんか。いやー頼りないですね、不安でしょうがないですわ、あの政府は。プラスのことをしないじゃないですか。絶対マイナスのことするでしょ。マイナスのこと、なんか吉本でもやってんの、なんか新喜劇でもやってんのみたいな感じですよ。そうでしょ。なんでマイナスのマイナスのっていう。わざとやってるようにしか見えんでしょあれ。私先週コロナで休んでたじゃないですか。国会中継やっとったんですよ。見てたらくったらん話ばっかりでこうやり取りしとるんですよ。やってるでしょ。いやそんなところ論点じゃなくて、そこはもうスルッと言って本題に行けやと思うんですけども。ね、口喧嘩しとるんですよ、ね、やってるでしょ、あれで時間潰してるんですよね、一生懸命、あれ何なんすかね一体、あれで給料儲けねえからもうええ加減にしてくれと思うんですよね。政治資金のなんかこれ入ってなかったのなんやとか、うん、そうそう、で煙巻いた答弁したらなんかそれやったら答えになってないとか、このやりとりうわーってやるように、ね、それも政治資金パーティーの金もちっちゃい金でしょ、またこれ280万がどうしたところもうなんなんやろな、あれ一体、で長谷さんはね、機密費で払いましたアルバム代とかって言いましたね。だからレベルがやっぱ低いですよね。なんであの重箱の住みつつでちっちゃいとこで何をやってんねやろあれ、だからもっと見せたくないことがあるからあんなことやってるようにしか見えんの、ちっちゃいとこばっかり、ほんまもっと巨大なもうあれがあるんやろな、多分やることいっぱいあると思うんですよね。そうよねな、そこにたどり着かないっていう、あ、なんなもう悲劇でしかなかったですよ、見てて。でもああいう人じゃないと政治家ってなれんのかな。
まともなこと言うたらあかんのやろな、はぁって思われんのやろな。だから謝ったらあかんっていうのは聞きました。謝ったら責任取れって言われちゃうんで、だから遺憾に思うとかって言うじゃないですか。だからもう決まり文句みたいですね。絶対謝るなって政治家になったら言われるみたいです。あんなん見てたら樋口さん、市議会でさえも議員になりたくないな。あんなどうでもいいことタラ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 やってんのやったら、もう俺を船乗ってどっか行って みんなにご飯食べさせてあげたいとか思うの。タラ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 、あんなおったら言うてしまいません。言う、ちょっと待てよ、そんなん関係ないやないか今って、ね、俺やったら言ってしまう。だから、ね、多分徒長するやん、もし市議会でも俺ら、はい、な曲がり間違っとってな、はい、徒長して2時間後でもうクビですわ。暴言吐いて、暴言が入って職員に嫌われてこう役所の中こう腕こう後ろに手を回ってこの仕事してる方おかしいやろと、もっと効率的にやれよと、あいつあくびしてるやんと、あいつ寝とるやんかのハゲとかな、なんか職員に嫌われてもうクソース感食らうから。まともな人はダメなんですね。絶対ダメやと思う、まともな神経の人があの中乗り込んでいったら多分もう心身ともにモタンっていうよりアホらしなるわもん。あれ民間に害虫出したらいいと思うんですけどね。もうそれこそね、でもそんなことしたらそこにまたパソナ出てくるやん。ああ、そっか。パソナが派遣した政治家なんか出てきたらえらいことやで。ああ、そうですね。で、なんかの審査で近畿日本通信が出てきたらまた出発されるし。だから今俺本気で思ってるけどな、国会とかああいうのはな、議員みたいなやつってな、俺 AI でええと思ってるわもう。そのロボットがおるんちゃうね、はい、もうコンピューターが答え導き出すと、あの過去の事例はこうやと、予想は、今まではこうやったしこうで、つきましてはこうでしょうみたいな、コンピューターにやらしといたらいいんですよ、多分ね。ほんで大枠のとこだけ 4,5 人まともな人が集まって方向性だけ決めてコンピューターに伝えたら、コンピューターが勝手にやるって、そっちでいいと思うわもう、どうでもええことやってるより。どうでもいいね、議員が国にしても風にしても市にしてもいっぱいおるんですよ、ね、あれ税金で壊してねえからな、でも樋口さんあれ見てたらな、その通貨がどうやとか先の財産税がどうやとかいろいろあるけど、一回潰さんと無理やと思うね、ほんまにもう何もかもガシャーって、思わんあんな、ね、これぶら下がってるんでしょみんな一生懸命あれ、そうでしょ、あれぶら下がってるの振り払おう思ったら一回財政バーン潰してしまわなきゃいけない、財政が出てけへんようになったら全員逃げるでしょみんなあの辺のやつら、ほんならまともなこんな民間の人らが自分らでやっていくっていうふうになるよな、イメージ湧くでしょあんなぶら下がってるのいっぱい。帯広でしたっけ、あの市が破綻したじゃないですか、で今再生してるじゃないですか、今移住してる人多いんですよあそこ、それの国版をやれば一応話ですよ、ね、そうです。であそこその市の市民病院潰れたんですよ、あの財政なくなって出てけんのかな、でおじいちゃんおばあちゃん元気になってるからなあれ。長生きしてるからね今。病院減ってるんですよあそこ帯広って。あったから言ってただけなんですよね、あって薬飲んで体悪うしとったんですよ、今もうそういうこと知ってるからみんな、だから一回潰してしまえばいいもんでできるんですよね、多分それなりにやっていくからみんな、あるからぶら下がってまうんで ね、 ちょっとね、あったらその今までの分踏襲せなあかんっていうのもあるから、ずっと悪しき習慣とかもつながってくるんですよね、で何にも変わらんでしょ、いつも樋口さん言ってるあれですよ、免許の更新やとか、あの時に変な冊子作ってみたりとか、もう全部一緒ですよ、あれ、あれ天下りした外郭団体がやってますからね、たった冊子一冊何百円かけて、全部同じことですよ、免許の更新でさえ俺利権やと思ってるから、利権だと思います、であと車検もな、もう利権でしょ思いっきり、あんなもんもいらんと思う、まあもう自己責任ねえやろみたいな、もうそれこそね、オフィスとか作ってなったら、一定のとこ通ったら整備フロの車ね、ピピッとセンサーで分かるようにしてね、やるとか、そんなんできますわね。できますよ、いち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 なんかめんどくさいことを人間がせなあかんようにして利権作ってるもんね、なんか知らんけど、
まあ、車関係は道路族がね、いまだにはみこってるんで、そういう連中がおる限りは続く。だから一回財政的にその破綻までいかんかっても、もうその国の予算が組めんっていう時が来るんで、そうなると思うんですよ、もう、うん、予算が降りてけへんっていう形にしたら一番いいですよ、もう、うん、止まるってことですかね、予算が。そうですね、うん、まあもう自分らでやっていくってなるから、うん、税務職今変のかな、うん、もうでもあんなもんロボットでええもんなあ、そういうとこあるんでしょ、あの人らも。自分らの仕事がなくなるから困るから残してる仕事ってあるんでしょ、やっぱ。人間の手でやらなあかん仕事をわざと残してるってとこあるんでしょ、ある意味。上の方はそう思ってるかもしれませんけども、下の方はキリキリ前ですよね。めんどくさがってますね。キリキリ前ですよね。だからめんどくさいのがファックスとかのやり取りとかね、メールのやり取りができないんですよ、うん、うちそれできないんでと、郵送してくださいと。いまだにな、いまだにめんどくさい。ファックス一枚送ったらすぐ見れるのにファックスっていうのももう世界的にないからね、ファックスでさえ、何なんですかね、郵送制とかな。あ、ほんであの役所から来る事務連絡なんて何書いてるか分からん文章でしょ、うん、はい、小難しい言葉を使って結局何が言いたいね、何を言いたいか分からんような言葉ですよね、うん、なんであんなことしてんねやろな。ヒクさんさえそう思ってんねん、やっぱり。思ってます、思ってます、びっくりしました。びっくりした、はい、何金つけてなんでこんなすんのかなと思ったら、ねえ、出張料とか、ねえ、で、その塗装とかもなんかあれですよね、ちゃんと受けれないみたいなこと書いてあったじゃないですか、うん、一般管理とか、これなんなんやろうなと思う、うん、すごいでしょ、この世界。すごい世界ですね。うん、こんなんはもうちょっとあれ、節約せなあかんかな、こういうのも。そうですね。でも節約してもっとひどいことに置いといてなったらっていうのも。いや、これは節約というよりアンジス、これぐらいやっとかんとちょっと、うん、ちょっとさ、あの、まあ、戦場とかやったらね、変な話、まあ税務的に言ったら費用です、ね、これほんま娘がやってくれたら1万円やけどね。あ、まあね、うん、うん、20万円やるからやっといてって言って、うん、やってくれりゃいいんやけど、全然あかんから。娘さん、もし興味あるんだったら、こう修行にちょっと行かれて。そうやねん、そう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 、で、ノウハウね、吸収して、そうそう、うん、で、独立して自分のところの船から初めてね、うん、また若い女の子やから流行るよな、はい、うん、ちょっと一回娘を、でもいきなりな、こんなマリンのメカニックになれとかな、うん、船のことをできるようにせえって言っても、うん、そんな分かれへんや、はい、うん、今は船でそのご飯作ってみんなに食べさせてあげたいとかな、はい、そんな仕事したいとか、それはええねん、面白いけど、ただ、はい、マリンのメカニックって言われても分かれへんや、はい、いきなり行けとか、はい、だから当分の間はその船で料理さして振る舞ったりな、はい、で釣り連れて行ったりしながら、はい、海が好きになっていく、好きになったり船のことが好きになるよ、いや、おなしで触らなあかんってことやろ、はいはい、そのタイミングでお前ちょっともうちょっと勉強しとった方がええんちゃうかって言って、はい、あるぞここみたいな、はい、うん、でええんちゃうかなと思う、はい、そうですね、強制するんじゃなくて興味持ったところで橋渡ししてあげる。そうそうそう、これ俺思ったけど、これマリン、この船のエンジンの修理代とか、これ費用思ってたけど、うん、これ医者よりええで、ええと思いますね。で、部品代上がろうが、これ普通に乗っけてお客さんに文句言われるあれはないですしね。うん、俺船の整備士の方が医者より儲かると思う、これ、うん、うん、船はなくなることないですもんね、日本特に島国ですし。でもここまでじゃなかったんで、30年、20年ぐらい前ってまだおったんで、整備士結構、まあ、おらんねん、うん、ほんまにおらんのですよ、車の整備士も専門学校生入学者減ってるって言うけどね、半分ぐらい、はい、そうでしょ、ハイブリッド車とか出てきたんで修理するっていうのが町工場でやるっていうのがあんまなくなってきたんだな、はい、だから大手のディーラーに吸収されてまうような仕事になるし、で、きついし、給料安いし、はい、
ね、で職人いらないですよね今。あのもうどっか悪いって言ったら原因追求するんじゃなくて、そこのパーツの塊をどんどん変えて終わりっていう、ごそっと足でね、はい、うん、ただあれもねあるんですよ、その世界が。何ですか？車もその高単価の整備の世界があるんですよ、うん、あの今は人気ないけど F1 みたいなやつ、レース用の車両とか、はいはいはい、あとはちょっと特別な速く走る改造車みたいな、ああいう世界もレアな世界、ね、はい、ニッチな、うん、あとはトラックの世界はいいらしいですよ。あ、そうなんですか？ダンプの世界も、うん、いやでもね、ダンプやとかな、あんなこと言ってる船の整備の方がいい、ゼロ1個違うからね、絶対こっちの方が客筋がいいんで、絶対だと思いますねえ、はい、なエンジンちょっといじる直すけどねえ、1億2億の船があるんやからな、うんうん、で1億2億の船乗ってる人ってええお客さんばっかりやから、はい、でそういう人と知り合いになれるでしょ。そうですね、だからあの他の人にも紹介してもらったりとかね、うん、そんなも出てきますしね。ボートのオーナーさんってね、クルーがおらんのですよ、みんな。あ、うん、一緒に行く人がね、うん、で船そこそこ大きいと一人じゃ無理なんで、はい、2,3 人いるんですよ、はい、でカジキ釣りとか釣り行こうもでも一人じゃ楽しいないじゃないですか。あ、そうですね、うん、で社長からすると社員は連れて行きたらいいんですよあんまりみたいなとこもあんねん。で社員も嫌がるとこもあるんですよ、はいはい、休みの日に社長に連れて行かれたとかね、はい、でクルーがおらんのですよ。だ誰連れて行ってるかって整備士連れて行ってるんですよ。自分の船の修理のお抱えにしてやってるんですよ、はい、あ、そっか、クルーでいろんなことをしてもらえますもんね。だからあいみつで、うん、その整備するのにあいみつ取ったりする世界じゃないって言ってるのはそこで、はい、もうそいつに全部任せると、週に1回行くとか適当に行ってあれもこれもこれもこれもやっとく、はいはい、何も言われんでもみたいな、はい、そんな世界ですわ、はい、その間1ヶ月いくらとかじゃなし何も言われんでやるけど勝手にこんな請求書がバン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 来ると、はい、いや今回こんなすんの、いやかかりますから、はい、みたいな世界ですよ。一番理想的な感じですね。家やったらやりますけどみたいな意味は違うでしょ、はい、だって整備できるやつが来るやったら一番ありがたいんですよ、はい、船のこと知ってるやつだから、うん、で操船もできるし GPS から全部いじくれるから、はい、オーナー寝てるだけみたいな、はい、うん、それになったらええと。樋口さんの息子もどう、こんな世界一回声かけたら機械とか苦手なんですよね。でも若い子海好きな子っておるよね絶対。いますいますなあ、はい、うん、うってつけですよね、遊んでるような仕事でしょこれ、うん、そうですね、うん、楽しいと思いますわ。車の整備やる人、車好きって言ってますけど、車より奥深いしてお金になるし楽しそうですね。建築は建築で建築は楽しみです。建築もそんな重要な感じじゃないじゃないですか。建築もダメですよ、うん、プラモデル組んでるみたいな感じになってきてでしょ、もう職人じゃなくなってきてるんで、でしょ、だこんなんな個人で自分でこれはもうそこそこの、はい、水野マリンさんそこそこの会社やけど、はい、こんなん個人でやってるっていっぱいあるんですよ、あ、整備とか、はいはいはい、こんなん個人でやってたら書き放題ですよこれ、はい、ですね、オイル交換一回何もかしてる、オイル交換今回入ってない、前回のオイル交換10万か20万ですか、60万、30万、すごいですね。オイル交換ってどれぐらいの頻度でやるもんなんですか1年に1回ぐらいでいいんやけど、それだけじゃない、住んでないさ、いろんなことやってる、変えてるさ、あそこ変えた、ここ変えた、ここほんまに変えてんのかみたいなでも1年に1回でも60万やったら月5万ですよ、うん、それがコンスタントにずっと持ってる間かかるっていうことじゃないですか、うん、それぐらいかかるもんやと思い込まなしゃあないわね、はい、その代わり月5万かかるから焼肉は行かれへんようになったとかな、はい、もったいないかはあ、俺ほんまにイブさんの子供の世界、若い子らこういうの知ってれば業界があるっていうことは、船持ってる人じゃないとこの業界すら分からんでしょ、うん、分からないですね、触れる機会ないです、うん、ないですもんね、うん、こういう金持ちがおる業界ほどええんすよ、はい、客が、はい、ああ客が億単位の船持ってるやつってのはやっぱりもうええ世界よ、エリムさん、そうですね、
億単位の船持ってるところは資産は10億単位以上は持ってるってことですから ねどう考えても、うん、でそこそこの地位があって、ね、おな穏やかな人らばっかりやから金持ち喧嘩せずですから、うん、昔はね 2,30 年前は参拝とかひどいのばっかりやったパチンコ屋とか、はいはい、ちょっと何してるかわからない人多かったけど、はい、最近はもうそうじゃないんで、うんうん、知るっていいよね。でもだからそうですね、穴場やでマリンすごいですね。この見積もりびっくりしたもんねお前。うん、これぐらいですんだけど、これなシャフトがプロペラのシャフトが曲がったとかやったらどうなるんやろっていうぐらい値段となれば、前なんか栄光した時も結構な金額やったじゃないですか。うんうんうん、あれも金額忘れますけどびっくりしたんですけど、何個やったっけ、40万ぐらいしたっけ、そんなもんですね。だからね、これは整備でしょ、はい、でもさっき言ったうちの娘がね、はい、その開港屋で、開港ですわ、だから東京から大阪に船持ってくるっていう仕事があるわけですよ、はいはいはい、うん、で車やったらレッカーに積んで持って行ってやけど、はいはい、船の場合自分で走ってくるわけですね、はい、いいよね、東京から大阪まで40万もらったら、はい、うん、ガソリン代別で、はい、そんな仕事あるっていうことですら知らんもんね普通に。そうですね、うん、ぼったくりやもんな。ほんいいねですもんね断ったら次の人がおらんっていう世界だね。40万な、400万やってみます、ありがとうございます、はい、お願いします。いやすごい世界ですわ。樋口さんとかお客さんおらんの？船をお持ちなのはもう自分ちょっとこだけです、まあ車はスーパーカーとかありますけど、でもちょっと優雅ですよほんまに、うん、優雅というか商売に使える発想出てきたら面白いですよね、うん、だからねやっぱり将来はその成功してきたら船持ちたいと思うけど、底なし沼みたいにめちゃくちゃ金かかるっていうイメージがやっぱりみんな持ってるんですみたいで、うんうん、その最後の一歩が出えへんっていう人はいます、うんうん、ただスーパーカーよりあれですわ、ヒブさん、なんか広がりますわやり方が、うん、商売のやり方とか、うんうん、多分なんか次出てくるわ船の方が、はい、うん、スーパーカー2人やからね乗れても。そうですね確かにただ走ってるだけやからねおっしゃる通りです。なんかいろんなことできるんちゃうかな、はい、言うといてあげて息子に、はい、整備士整備士